ウ門から東京都立忍ぶが丘高等学校は東京都台東区浅草橋五丁目に所在する都立高等学校。前身の旧都立忍ぶが丘高等学校は1903年に創立された私立日本女子美術学校であり、後に東京私立第一女子二芸学校、東京私立第一実家高等女学校と経て1929年に 東京市立忍ヶ丘高等女学校と解消。戦後は普通科の教育課程を持つ都立忍ヶ丘高等学校と解消した。一方、もう一つの前進校にあたる旧都立上野忍ヶ丘高等学校は東京市立忍ヶ丘高校所内に帝都化生女学校として設立された。その後、東京市立上野忍ヶ丘女子商業学校と解消し、 戦後は、商業と家庭科の二つの家庭を合わせ持つ都立、上野市が丘高等学校と解消。2008年をもって並行した。2006年、旧、上野市が丘高校の教育課程も引き継ぐ形で、普通科及び生活科学科を合わせ持つ、全日生単位制高等学校の、新、都立忍が丘高等学校として開校した。当校の由来から、 芸術教育が盛んであるという特徴を持ち、学校独自の教科として、日本舞踊、バレエ、稼働、和太鼓、演劇などがある。普通科と生活科学科を併地しており、普通科は、文系列、理系列、総合系列に分かれ現役大学進学を目指す。生活科学科は、食物系や服装系、福祉系などのスペシャリスト育成を目標としており、 専門科目を中心に学ぶ。陸儀園、小石川高楽園などと並んで、江戸時代に造園された代表的な大名庭園の一つと謳われ、明治時代から大正時代にかけて多くの人々から親しまれた高麗園の跡地にある。高麗園は、比前平戸藩松浦や神屋敷内にあった名園で、小堀園衆が造園した。関東大震災で甚大な被害を受けて荒廃し、 その後かつての趣向きを取り戻すことはなかった。今でも校内には旧宝来園の一部として持ち塩の入江付近が残存する。ありがとうございます。